シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。今日は5月10日日曜日でございます。5月6日4日ぐらいにですね、安倍首相の方から緊急事態宣言の延長が発表されまして、まあ、その後すぐにですね動画を撮ろうと思ったんですけれども、もうですね動画を撮る気力も出ないぐらいのこう打ちのめされた感というかですね、そういったのがありまして、まあちょっとまあ今日になってしまいました。5日ぐらい経ってしまいましたけれども、まあ今日皆様にお伝えすることはですね、まあこのCの公式 YouTube チャンネルを見ていらっしゃる方はですね、若い人が多くて、雇用される側の方もが多いと思うんですよ。メインだと思うんですね。でその方たちに、まあ、オーナーの立場っていうのはこういうふうに思ってるよっていうのと、それからですね、今ですね雇用されてる側の若い方たちはこういう感じに思わなきゃいけないっていうのをですね、まあ、お伝えしておこうかなというふうに思っています。でなぜこういうことを伝えようかなと思ってるかっていうとですね、やっぱね雇用側と雇用される側っていうのは永遠にですねなかなかこう交わるところが接点がすごく少なくなってしまうんですね。立場が全然違うわけですよ。だからちょっとね感覚の違いというかですね、思いの違いっていうのが結構あるので、まあそういったところを含めてですねお伝えしようかなと思っています。でまずですね、雇用側の率直な思いというかね、そういったので言うとですね、率直に言いますよ。雇われてる側の方、こういうオーナーたちはこう思ってるんだっていうのをまず思っていただきたいんですけども、オーナーたちはそういうことは言わないですよ。スタッフの前では言わないです。言わないですけど、こう思ってます。一言です。やばいなです。これに限ると思いますね。ほとんどの全国の美容室、理容室のオーナー、スタッフを使っていて、そういうところの方ですね、オーナーさんはもうこんだけですね。やばいな。ただこんだけです。はい。ただスタッフの前でそういうことは言わないとは思います。まあ僕はあまりよろしくない。このまま行っても多分2、3ヶ月しか持たないっていう話はしました。しましたけれども、ほとんどのオーナーは言わないんじゃないかなと思いますね。まあ大丈夫だよっていう感じで言われてると思いますけども、率直な意見としてはやばいなっていうことですね。で何がやばいかっていうと、よほどですね内部留保がないとこの状況を乗り越えることはできないと思います。何もしてない場合は、はい。で特にですね、スタッフが5人以上かな、5人以上10人ぐらいいるところ以上ですね、のオーナーさんはやばいなっていう感じがしてると思います。でなぜこういうことを言うかっていうとですね、僕理容師の方と勉強してるんですけど、理容師の方はですね意外とそこまで落ちてない方多いんですよ。売上で言うと、もう変な話だけど昨年比で80%、90%を、まあ、キープしてる。予約は少ないけどね、80%、90%はキープしてるよっていう意見が結構多いです。はい、男性相手で個人でされてる方ですね。で、美容室でも個人でされてる方、1人か2人で営業されてる方っていうのは、意外と7割、男性ほどではないけど、6割、7割ぐらいキープされてる方もいます。ただ、ほとんどの美容室は多分 50% 前後だと思います。うちの例で言うとですね、売上的には 50% 切りましたね。ギリギリですけど、49.何%しか売り上げてないです。はい、昨年比です。昨年が良かったっていうのもあるんですけどね。はい、なので、ほとんどのオーナーやばいなって思ってると思います。で今回の緊急事態宣言の延長に関してはマジかよっていう感じ
とまあされるだろうな、延長されるだろうなっていうふうに思ってたオーナーが多いじゃないかなと思います。諦めというんですかね、はい、事前にですね埼玉県の場合には知事がですね4月の29か30かで延長、緊急事態宣言の延長、学校の臨時休業の、5月31日までの臨時休業の、まあ、お願いみたいのをするみたいなことがもうニュース出てたので、これはもうダメだな、伸ばされるなっては思ってました。思ってましたけども、実際に安倍さんが記者会見するまでですよ。まで、あのヤフーのですね、ヤフーのグラフ乗っけられるから、乗っければあの見といていただくと分かるんですけど、ヤフーのこう新規感染者数ですねを見ててもですね、4月の後半ぐらいからガーッと下がってるんですよ。ガーッと下がってて、でゴールデンウィーク自粛していれば、ゴールデンウィーク明けに少しずつこう部分解除から学校再開とか、まあ1年生6年生中学校1年生ぐらいなんかこう選んでね学校に行くようにしようかみたいな話もあったので、部分解除されてそういう風になってくるかなみたいな、で徐々に経済活動が元に戻ってくるかなみたいな淡い期待をですねずっとしてるんですよ、オーナーっていうのは。ああこれもううまくいけば解除されるかなみたいなずっと思ってるんですね。だけど実際は解除されなかった。安倍さんが記者会見する直前までですね、聞くまでですね、解除されるんじゃないか解除されるんじゃないかってずっと思ってる。それがオーナーの思いです。で実際ですね、みんながそう思ってるわけではないと思いますけども、じゃあスタッフの立場の方ってどう思ってるかっていうとですね、まあ、これとね大きく思いが違う方が多いのではないかなと思いますね、はい、僕はオーナーの立場なんで直接そのオーナーにそういう話、オーナーじゃないやスタッフにそういう話を聞いてもですね、まあ、そういう回答は出てこないので、聞いてはいないです。聞いてはいないけれども、お客様とかで、例えばこう自宅待機ですとか、それから何ですかね、こうテレワークですとかいうところで、給料が、ここがポイントです。給料が保証されてる方、まあそれは10割じゃなくてもですよ、8割9割、まあ最低だと6割になるんですけど、まあ6割7割8割保証されていますっていう感じの方の空気感で言うと、なんていうのかな、まあ今ぐらいでもいいかなぐらい、なんていうんですか、仕事量少なくなってね、週に1回は行かなきゃいけないけど、まあ給料も普通にもらえてるし、まあ働き方改革になったかなみたいな、こういう感じでいいんじゃないですかね別にみたいな、働けてるしみたいな、緊急事態宣言伸びるんじゃないですか夏ぐらいまでみたいな、割とのんびりしてるなっていう感じなんですよね。割とのんびりしてる。だけど逆に言うとバイトとかそういったのをされてて給料保証されてない、例えばですねパート社員で、社員っていう感じじゃないのか、要するにこう働いた分が給料になってる方で、子供がいらっしゃってこう働けない、だから給料ないっていう方ですね。こういった方は私たち雇用側と結構同じぐらいの空気感で、いるんじゃないかなと思うんですね。でうちの場合にはですね、給料保証 100% に、なかなか厳しいなと思いながらですね、なるべくそれに近づけようっていうふうにはしておりまして、まあこれはですねいつになるか分かんないんですけども、もう厳しい時はみんなで共有しようよっていうことです。ただ はっきりとは言えないですけど、厳しい時はみんなで共有しようよ、ただ良くなった時にはもう全部元通りにするからっていうことを伝えています。はい、だからシーノのスタッフで言うと多分相当危機感を感じてると思うんですよね。はい、でも危機感を感じてないスタッフさんもいらっしゃると思いますよ。はい、ただね、もしですよ、本当になんかそういうふうにこう軽く言ってる、給料保証されてるからといって、いやもう今のぐらいでもう別に給料も変わらねえし、まあ少し給料下がってるけどまあ別に平気だしみたいな感じで軽く考えてる人たちの言う通り、夏までもし延長されるようなことがあれば
美容室の場合には多分笑っていられなくなるでしょうね。はい、うちは実際にですね、そこまで傷を深く負いたくないので、もう動いてます、いろんなところ動いてるので、相当危機感があると思うんですよ、スタッフにも。まあ、僕がいろいろ動いてるっていうのも知ってるだろうし、はい、このまま何もしないで、追加融資とかそういったことをやらないで耐えられるっていうのは、多分ですね、今月の5月ですね、5月の給料払った時点で、まあ、解散っていう感じになるでしょうね。それ以上傷は負いたくないので、そういうふうに考えてる美容師さん多いと思いますよ。だけど追加融資されなきゃとか、いろいろなところでこう なんとかこう持続していこうと思ってる人はもうちょっと耐えられるかなって感じはしますけど、もうとにかくですね、5月いっぱいがもうリミットだと思います。でこれもですね、部分解除とかなんとか解除とかじゃなくてですね、まずですね、数値目標を安倍さんに出してもらってですね、僕が安倍さんの記者会見を聞いてて一番納得できないのが、あの数値目標が全くないっていうことなんですよね。で、その会見を見て、大阪の都知事さんがね、ある程度の数値目標を出してましたけど、独自のもの、まあ、非常に分かりづらい。それも安倍さんが言ったのは入院者数と退院者数の数って言ってましたよね。まあ、もちろんそれもそうでしょう。入院する方よりも退院する方の方が少なければですね、どんどん何て言うんですかね、こう医療機関が逼迫していく、入院するベッドが少なくなってくるっていうことは明白なので、確かにそれは当たってると思いますよ。当たってると思いますけども、日本、これ重要ですよ。日本全体で考えた場合に数字がミニマムすぎるんですよ。例えばですけど、インフルエンザの場合にはですね、最盛期で1日で8万人がですね、インフルエンザに感染するんです。感染、要するにこう検査をして8万人インフルエンザになるわけですね。だけど今回ですね、1日になんで100人も切ってる状況なんですよ、全国でですね。東京都でももう4日連続かな、3日連続とかで50人切ってる状態なんです。でこの状態でですね、緊急事態宣言が解除されないわけじゃないですか、不服にもですよ。って場合にはですよ、入院者数と退院者数がどうのって言われても数字がミニマムすぎるわけですよね。例えばですけど、今日は全国で入院者数が5人ですと、で退院する方が3名でした。なので入院者数の方が多いのでまだ解除できないですっていうですね、まあ、なんて言うんですかね、こう解除できないこう逃げ道みたいのができてしまいますよね。要するに何とでも言い訳できるんですよ。わかりますかね。まあそんな人数だったらもう解除でしょっていう感じの数値になったとしても、入院者数退院者数で言うとですね、どんどん数字がミニマムになってもクリアできないから逃げられちゃうんですよ。だけど例えばですけど、例えば全国で、まあそれでも数値はかなりミニマムになるけど、全国で100人って相当ミニマムな数字ですよ。だけど例えば全国で100人感染者がいかない日が例えば1週間続いたら、もうその時点で解除しましょうとかいうふうに、もう誰が見ても誰が聞いても分かるような条件を提示しないと誰も納得しないですよね。で頑張れない、目標がないから頑張れない。例えばですけど、皆さん部活やってると思うんだけど、部活やってたと思うんだけど、特に運動系の部活やってる人で、1年生で厳しい部活なんかやってる人の方が特にすげえ厳しい、野球部とかね、あ1年外周みたいな、いや外周って言われても何周だよって、10周なら10周って言ってくれよみたいな感じでじゃないですか。だけど外周って言われて走ってるだけでいつ終わるんだこれっていう感じです今。だから数値目標が言ってくんないと、もう不信感しかね、出てこないんですよね。でもともと不信感の窓からしか見てないのでね、なのでね、まあ、もともとのなんていうのかな、こうインフルエンザに比べてっていうところで言うとね、まか不思議なこのミニマムな人数なわけじゃないですか、コロナの場合にはね。で特定な人に危ないウイルスっていうのももう分かってると、
いうところもあってですね、なんていうのかな、こうしっかりしたですね、そのこういう人が危なくて、で数値はこうですよ、今数字がこうですよ、ただインフルエンザはこのくらいいます、その数字から比べるとだいぶ大丈夫なあの数字ですよ、なので、まあ、全国でこのくらいの数字をになったら、まあ、解除しますよっていうことですね、はっきり言っていただきたいわけですね、はい、まあ、そうじゃないと納得しない方が多いかなと思いますね、うん、ただただ危ないって言ってもね、しょうがないですよ、本当に危ないかどうかっていうのはね、ニュース見てる人なんかだと本当に危ないと思ってると思うんですよ、あんだけ危ない危ない煽られればね、うん、まあということでね、だらだら話してもしょうがないんで、これで終わりますけれども、まあ雇用側と雇用される側っていうのは、まあ、これだけですね空気感が違うということです、はい、でもしね、まあ、ちょっと仕事行くのも少なくなったり時短になったりとかしてこのくらいが楽だなって思ってる人がいたらですね、痛い目ありますよマジで、このまま美容室何もしないで耐えられるのは本当に今月ぐらいです、はい、来月から本当に給料払えないんですよ、はい、そういう危機感を持って、やばい今やれることは何か、今やれることなんだろうって思ってやる人、その人たちだけですよ美容師として生き残れるのは本当に、はい、だからもしそういう考えをしてる人がいたら、今すぐこの動画をもし見たら今すぐ考えを改めて、まずいんだそっか、じゃあ今何しよう、俺できること何かな、練習だろ、スタイルの勉強だろ、そういったことですね、今やれることをしっかりやるしかないです、やることがないと思ってぼーっとしてる時間はないです、はい、と思います、はい、というわけで、C の公式 YouTube チャンネル、まあ、雇用側からの意見、それから雇用される側はこういう意見を持ってんじゃないか、改めた方がいいよみたいな、まあ、それから数値目標ですね、そういったものをしっかり出してちゃんと、緊急事態宣言の出口に導けという話をですねさせていただきました。それではですね、まあ、これを見てる、数少ないと思いますけど雇用側の方、できれば安倍さんが言ってた14日ですね、そこで部分解除なりされてですね、これまでの日常に戻れるようにですね、みんなで協力しながらですね乗り切っていきましょう、はい、というわけでさよなら。